筋肉女子への素朴な疑問。中村愛チャンネル。どうも中村愛です。そしてエクサガールズのくるみです。くるみちゃん、ちょっと見せて。ちょっと脱いじゃん。ちょっとすごいよ。ちらこ筋肉女子への素朴な疑問ということで、すごいよ。何？30個も質問していいですか？30個もっとちょうだい。欲しがる。欲しがるよ。いきます。まずは、はい、なんで筋肉をつけ出したんですか？そうですね、アイドルの活動を5年間やらせていただいてたんですけど、なんかその時にすごい太っちゃって、で大会に出て上位を取ればきっと社長はワンマンライブをさせてくれると思って鍛え始めました。すごい。続いて、はい、筋肉はじゃあ逆にない男は嫌い？え、そんなことない、全然。え、正直今までの人と、ひょろい人いました？ひょろい人いた。ひょろい人もいれば、おかんっていう人もぽちゃぽちゃって乗っかってる。体型ではないと、筋肉女子ってナルシストだと思ってるんですけど。鏡はよく見ます。やっぱり。あと筋肉つくほどすごい見る。あ、見て、なんか常に意識しとかないとなっては思う。いい言い方してるけど、ただのナルシストかもしれない。筋肉女子が言われて嬉しい言葉は何ですか？絞れてるね。絶対にムカつく言葉は？え、そんなんでいいの？だから上には上がいるんだよっていう自己満は良くないなって思います。じゃあしまうのはありですか？男性が？そう。私？うん。あと筋肉。あ、筋肉。あんまそれは。やだよね。やってる。やっぱりプロテイン飲んでますか？プロテインはなんか基本は食事で摂るようにしてます。鶏肉。じゃあ毎日飲んでるわけじゃない？毎日は飲んでなくて、その今日のプロテイン摂取足りてないなって思うときに摂るぐらい。やっぱり早起きなんですか、筋肉女子は？自然と目が覚めます。何時ぐらい？減量してるときは4時とかに目が覚める。え、ボクサーやん。ボクサーなのに。次の質問。筋力が高まるみたいなイメージある？はい、それはあるかな。はい、あるかな。わかんない。あれ、ダメ。いや、そんな年じゃないですよ。そうね。ちょっと黒いんですけど。え、これね、人生の中で結構一番白いの。しかもこの時期に私がこんなに白いのはやばいね。珍しいぐらい。ない M なんですかという。あー、もう S、 自分の中で言い聞かせる S の人はいる。なんかもう一人の自分がちゃんと、もうちょっとやれよみたいな。普通のこのまま優しい感じ、それともなんか、あ、そう、全然もうちゃんと黙ってしゃがんでみたいな。成果も出してほしいし、ニコニコしながら怖いかもしれない。次、家でまったりはしない？漫画読んだりとかさ。やばいやばい、漫画読んでる時間あったら。ゲームやったりとか。そうそう。やんない？やんない。ソファ座って、ヨギボーで行くだみたいな。もうやんない。やばい。なんかテレビとか、何かしら、なんかしながら腹筋とか、なんかしながらお尻の運動とか、したい。ちょっと付き合いたくなる。こだわりは逆にすごいですか？こだわりは。あ、でも食べ物は、そう、一緒に行く方には申し訳ないけど、なるだけこうタンパク質多めな。え、待って待って、じゃあさ、さっきね、普通にね、スタバとか行ってゆっくりとか行ったって、スタバとか行かないか。そういえば、コーヒーはブラックしか基本飲まない。フラペチーノとかさ。フラペチーノとか、あの金額も結構そこそこするから、 それを飲むんだったら、ね、鶏肉もスーパーで買いたい。そう、うん、続いて、お家には筋トレ道具がいっぱいあるんですか？ダンベルとか。今何個ぐらい？10個ぐらい。大きいやつも？大きいベンチプレスみたいなやつ。ベンチプレスは家に置きたいけども、それもベッドしてて、それ置きたいなって思うぐらい、ちょっと欲しいなって思います。ちなみにどんなファンがつく、どんなファンがいらっしゃるの？筋肉のくるみん大好きなのか、それとも、いや、筋肉はもういいよ、もう昔のままでいてくださいよか。そっちの方が、パワーゲーはしない。パワーゲーしないでしょ？受けしない。アイドルしてる時とか、うん、本当に、ご支援されて。うん、そうだよね。そう。違う子に行っちゃったよね。そう、メンバーの他のところに並んでる。あれ、あの人最近、どうしたんだろうと思ったら、違う子のところに並んでて。胸は、菊
クピクできるんですか。それはよくあるやつ。あ、できない。あ、できない。ピクピクピクは、でもお尻のピクピクは最近練習してる。筋肉っていうのはやっぱりすごいわ。え、すごい。筋肉界では。もうなんか、やっぱり収録とかいろいろ大変じゃないですか。そういう時でもちゃんともう鶏胸肉とちゃんと決まったところ、もうちゃんと入れてらっしゃるのを。そこまだお会いしたことはない。あ、ちょっとご挨拶はさせてもらったことあるんですけど。友達は筋肉友達とかはいるんですか。筋肉友達、あんまり結構、うちうちで、なかなか声がかけられない。ね、意外とかけられない。恥ずかしい。こうやって見せればいいじゃん。恥ずかしい。あ、そう。じゃあ、あんまり筋肉友達っていうよりは、芸能の友達だったり、普通の友達だったり。そう、もともとあんまり友達がいない。おう、イエス。これ貴重かも。一体あなたのゴールはどこなんでしょうか。ゴール？筋肉にゴールはないよ。うわお。だからもう常に、いい、なんか年の重ね方っていうのと一緒で、いい筋肉の取り方？筋肉の。全然じゃないよね。あ、でも、ゴールみたいな。例えばアイドル、実はもっとアイドルをやりたい。いや、じゃなくて、逆にもう筋肉で。もう筋肉をずっと、なんか貫く。なんかこう。もうハマったんだね。うん、そう。うん、だからなんか普通の結婚よりもなんかそっち筋肉は裏切らないなって最近つくづく思って。でも間違いなく私も筋トレにハマった時あったんだけど、うん、男とかって裏切るけど筋肉って裏切らないの。ちゃんと身についてね、くれるからびっくり。やったらやった分だけ、こもったらこもった分だけつく。正直そう、それってなんかもう意識だなって。でも結婚してからやったよ。そうよね。お願いします。続いてはおすすめの筋トレ動画ありますか。今度あのファンクラブの解説をするんですけど、そこで、はい、そこでいろいろ。もう今月7月もう夏にはもういっぱいこうやってるので。あ、じゃあ多分これアップされた時にももしかしたら、もしかしたら。何で調べたんですか。インスタね。インスタとツイッターもなどなどで情報を上げてるので、よかったら見てください。くるみで調べる。何で調べる。エクサガールズくるみで。エクサ、エクサガールズ、エクサガールズくるみで調べてみてください。筋肉すごい人って車をなんかさ、こうやって引っ張ってるイメージある。ちょっと古い。あれやってみたい。あれなんかタイヤ、大きいタイヤしかやったことないから。あるの？タイヤ、なんかジムにあって。あってタイヤをね。そう、トラックとかやってみたいなって。やっぱやってみたいんだね。え、ダイエットをただただしたいっていう人はどこの筋肉を鍛えれば。私の中ではさ、背中かなと思ってるの。大きい筋肉をやると痩せやすくなりそうじゃない。一番大きい筋肉はこの下半身だから、スクワットが一番、うん、一番いいって言われてる。スクワットね。スクワットがそうね、燃焼されるって言われてる動きなんですけど、うん、スクワットって変わったよね。変わった変わった。前じゃなくて後ろになったっていう。そう、後ろちょっと、いや、どこですか。やっぱ後ろなんだね。後ろ。でも膝が痛い方とかやっぱいらっしゃるので、うん、なんか、うわぁ、すごい。綺麗。お菓子とかは食べないですね、そもそも。お菓子、チョコレート大好き。甘いもの大好きだから、いいじゃん。減量の時は本当に大変。食べてもプロテインバー？あー、普通の女子みたいな生活をしたいと思ったことはないんですか？パンケーキ？パンケーキ食べたい。パンケーキも特に食べなくてもいい。タピオカ飲みたい。そんなないかもしれない。タピオカないでしょ。ない。すごい。罪悪感をね、感じちゃうから。自分が目指してる人っていますか？この人。海外の方。海外の方。特に韓国、私韓国の大会に出させていただいたこともあったんですけど、やっぱなんか全然ボリュームが違うくって、海外の方をいつも参考にしていろんな動画を見てる。すごい。てか待って、そもそもくるみちゃんって誰？誰？初めてっていう人のためにあなた誰？どんな人なの？私ですか？筋肉、フィットネスのモデルをしてます。モデ、あ、エクサ？エクサガールズ。エクサガールズって何なの？フィットネスの、子たちが集まった18年ぐらい、20人弱ぐらい在籍してるんですけど、ピラティスだったり、ヨーガだったり、こういろんなインストラクターさん、ダンスのインストラクターさんとかいっぱいいるんですけど、その中で、してます。みんな。最後にお
知らせなどあればお願いします。はい、あのミーグラムさんというあのファンクラブの解説もあの1月にはやっていると思いますので、ツイッターやインスタでもそちら載せていきたいと思いますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。今からインスタの方チェックしてね。ということで、くるみちゃんありがとうございました。バイバイ。